はい、中年オタッキーです。今日実はね、さっき動画をアップしたばっか、またなんか最近こんなことばっかり言ってますね。たまにはね、新しいカメラのね、話もしようと思いまして。キャノンがね、まだ発売にはなってないんですけど、EOS R5 っていうカメラをね、発売、そのうち発売するよっていうこと、2020年中には発売するのかな、発表しましたね。このことについてちょっと、軽く触れながら動画を作りたいと思います。それではスタートしてまいります。はい、キャノンさんね、3機種目になるのかな、フルサイズミラーレス、EOS R、EOS RP に続きまして、EOS R5 ということでね、まあ、5という数字、がついてくるということで、結構ね、気合を入れたカメラになってくると思いますね。まあ、もちろん1が一番上なんですけども、EOS になってから5っていうのは、その、プロカメラマンも視野に入れつつの、ハイアマチュアには、まあ、主戦力になっていくようなカメラになっていくと思うんですね。で、まあ、レンズがまだ少ないってことで、レンズも9種類ぐらいなんかね、同時に開発すると。で、2020年中に発売するという、ことなんですけども、このカメラはね、その、画素数はまだ発表になってないのかな。で、新開発の、フルサイズ CMOS センサーを、搭載して、連写が、デジタルシャッター、電子シャッターで20枚秒で、メカシャッターで12枚ぐらいっていうのを目標に掲げてるのかな。で、8K 動画撮影とか、まあ、キャノン初のボディ内手ブレ補正とか、まあね、ちょっと話題になるね、スペックを、山盛り積んでいるような感じですね。で、もちろん僕には全然関係ない。お金ないんでね。どのぐらいの値段で出るでしょうね。50万。ぐらいになるんじゃないかな。特に値段のことは特に発表になってないですよね。結構いい値段、50万で出るかな。ね、どのぐらい値段になるかわかんないんですけども、まあ、ミラーレス機が果たしてその必要かどうかとか、そういう話はまあとりあえず置いといて、5が出るということは結構そのキャノンがミラーレス機に本腰に移っていく姿勢なのかなって、つまり、今までのねレフ機、OVF のレフ機、EOS5D Mark5 はもう出ないのかなとか、EOS1 はね新しいのが出ますけど、まあね、EOS5 はねもうミラーレスになっていくのかなと思いますね。で、この EOS R5 が発表になることによって、大きな影響を受けるのがまず EOS R ですよね。EOS R、EOS RP っていう、まあ、発売されてきたわけなんですけども、おそらく、まあ、EOS RP はそこまで影響を受けないかもしれないけど、EOS R はね大きく値崩れすると思いますね。で、まあそれと同時に EOS R が出ることによって、まあ、ニコンさんのね、Z6 とか、あと、Z7 とか、あとソニーの α7、R3、R4、このあたりを買い控える人もね、出てくる可能性がありますね。で、何よりね、影響を受けるのは、EOS V、Mark III、Mark IV あたりの中古価格だと思う。ね、まあ現状は使うでしょうけど、出た頃にはね多分 EOS5D Mark3 Mark4 あたりは大量に売りに出るんじゃないかなと予想してます。まあ僕はねこれね EOS5D Mark3 をね使ってるんですけど、今ねフルサイズの、デジタルカメラを狙っている人はちょっと待った方がいいかもしれないですね。このまあ、EOS 5D はね、
マーク2ぐらいでもね、十分、まあ、マーク1でもいいっちゃいいんですけど、マーク2ぐらいでもね、十分ね、絵作りにはね、いいカメラだと思うんですね。十分な能力を持ってると思いますし、で、このマーク3になると、オートフォーカスのエンジン、コンピューターが、EOS-1DX と共通になるんですね。で、これもアホほど速いです、オートフォーカス。マーク3でもね、新しいカメラいるのかなっていうぐらい、ものすごく速いです。僕もね、この EOS-5D、マーク3で十分満足してるんで、新しいカメラいらないなとは思ってるんですけど、出す絵はね、1には勝てないと思います。なんか1の方がね、いい絵が出るんですね。以前ね、1DS マーク3を使ってましたけど、1DS マーク3の方がね、いい絵が、どうしてもいい絵が出るんですよ。ただ、この、ね、5D のマーク3の方が使い勝手的にはいいです。高感度体制とかもいいですし、オートフォーカスも速い。処理速度はね、あんま変わんなかったですけどね、その、取り込みの速度とか、そこまでその大差ないように感じましたけど、画素数がちょっと多すぎるんでね。で、まあ、ちょっと話を戻しますけど、その、EOS R5 ですか、これ何画素ぐらいで出るんですかね。まあ、おそらくですけど、ソニーをだいぶ意識してると思うんですね。で、ソニーの、まあ、ハイアマチュアおよびプロ機っていう、まあ、同じぐらいの位置づけにあるのが、おそらく α7 R4 になってくると思うんですけども、α7 R4 は画素数がね、62メガピクセルだったっけ ?6200 万画素。だったと思いますが、これを上回ってくるような画素数で出してくると思うんですけど、もうちょっとね、この辺やめてほしいんですよ。なんでかって言ったらね、もうこんなに高画素にしても意味がないんですよね。でもね、大半のユーザーがね、その、高画素じゃないとダメだと思ってる人ばかりなんで、高画素にしないと売れないからね、メーカーも高画素にせざるを得ないんですよね。ねえ、なんで、高画素が必要ないね、僕は必要ないと思うんですよ。その必要ない証拠にね、EOS 1DX マーク3です。画素数上がってないんですよね。僕は 1DS マーク3って言って2008年に出たカメラ。あれが2100万画素ぐらいだったかな。それと大差ないんですよ。まあ、12年も経ってるのにね、そんなに画素数が変わってない。つまりね、もう2000万画素ぐらいでね、カメラ十分、性能的には十分だと思うんですね。で、で、画素数をどんどん上げていくことによって、弊害が逆に出てくるんですね。まずね、もう、6000万画素とかになってくるとね、その、記憶媒体ですか、データの記憶の、その、データの量が爆発的にでかくなるし、処理するパソコンとかもね、そのカメラに合わせて、新しく買い替えたりね、する必要が出てくると思うんですよね。だから、その、EOS ね、R5 ですか、何画素で出てくるか知らないですけど、2種類ぐらい出してほしいですね。例えば、低画素高解像機と、高画素高精細機とかね。そのカメラの中に切り替えスイッチをつける、まあ画素、切り替えスイッチはあるっちゃあるんですけどね。なんていうんですか、圧縮比を落とすみたいな、圧縮比を落としじゃねえや。サイズ画像サイズの選択で、ファインとか L とか、それを、まあ、変えるのはできることはできるんですけど、できりゃね、その別のカメラにしてほしいんですね。なんでかっつうと、高画素にするとね、解像が弱くなったりね、そっちの方が弱くなっていくんですよね。で、低画素の方が、解像性が良かったりするわけです。あんまり低画素じゃダメですけど、で、EOS 1K は、その、2300万画素ぐらいなんか、ちょっとはっきり知らないけど、から上げていかないんですね。上げる必要がないし、上げると弊害が出る部分が、大きくなるということで、データの量がでかくなったり、解像が弱くなったりね。それで上げていかないわけなんですよ。で、ちょっと、その、高画素機、ね、その、まあ、スペックをね、その、重視する人が多い。絡んでもないんですけどね。もう、昔の、その、バイクとか車とかと同じなんですよね。その、馬力がでかい方がね、いいと。で、実際ね、その、例えば、鈴木のハヤブサとかね、その、あれ200馬力ぐらいあるんだっけ、ちょっと知らないけど、馬力がでかい方がいいって言って、その、馬力がでかいバイクを高い金で
出して買うのはいいんですけど、僕はあの昔通勤にスーパーカブのね、ちょっとチューニングしたスーパーカブ使ってて、で渋滞路でね、ハヤブサっていうかね、そのスーパーカブでぶっちぎってたんですよね。あの使えないスペックはね、無駄だしね、邪魔だったりするわけなんですよね。カーブにぶっちぎられるわけなんですよ、ハヤブサが。もうね、だから、その、プロでね、その、めちゃめちゃ写真をね、でかく伸ばす仕事があるとか、そういう人はね、もうそれこそ1億画素でも足りないよって人はいるかもしれないですけど、ね、現状ね、その、EOS 1とかね、ニコンの D6 ですか、の画素数を考えればわかるように、そんなに高画素は必要ないと思うんで、EOS R5 もね、その高画素で出すんだったらいいけど、低画素機もね、並行して作ってほしいような気もします。はい、ちょっとね、実はね、デジタルネタは弱いんで、今日何言ってんだかよくわかんないことになる、と思いますけど、今日一番言いたいのはやっぱ中古市場でしょうかね。特にその、今 APS-C 機を使ってる人、特にキャノンユーザーですけど、で、フルサイズにね、上がっていきたいっていう人はね、この辺のカメラが安くなってくるぞと。ぐっすんって感じですけど、私にとってはね。まあ、私これ、買ってもらってるんでね、お客さんに買ってもらったんで、お金は出してないんで、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいかもないけど、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあ、そんな感じでね、フルサイズのレフ機を買うのにはね、チャンスになってくる可能性もあります。はい、ではね、ここからはいつもの、作品紹介の、コーナーになってまいります。はい、ここからはね、作品紹介のコーナーで、まず一番にね、ひまねこ屋さんの、投稿、2枚ですね、どちらもね、90年代にね、ポジフィルム、ベルビアで撮影したものを、キャノン G10 で撮り、デジタル化しましたと。1枚目のタイトルが、忍びのもの、2枚目がね、タイトル2つ、用意してもらったって言うんですけど、ネタにするんだったら、ミュージックスタートで、無難にリラックスタイムと。まあ、リラックスタイムでいいんじゃないかな。今紹介していきますけど、1枚目の方はね、もうちょっと、これトリミングしてもいいと、もうちょっとね、縦位置で僕だったらね、こんな感じにするっすかね。こんな感じにするですかね、トリミングしてね、トリミングはね、悪って考えてる人も結構いますけどね、作品化するんだったら全然トリミングはありと思いますよ。2枚目はね、トリミングも不要。これね、もう大胆不敵ですね、こいつ。なかなかのね、ふてぶてしい猫ちゃんが写ってます。車が動き出したら踏まれるぞっていう写真ですけどね。はい、ひまねこさんね、投稿ありがとうございます。またお願いしますね。次に、くにさんの作品。くにさんね、カメラがニコン F4、ね、レンズがね、AIAF3570F2.8D、で、1枚目がコダックカラープラス200、2枚目はね、富士の C200 ということで、題名、1枚目が早い春、2枚目が、なんだっけ、あれどこだ、どこ行った、2枚目のタイトルないかな、あ、どちらも早い春になるのかな。はい、ちょっと光はないんですけどね、これね、日差しがないことで逆にちょっと春っぽく感じるのかな。美しさを増すためには日差しがあった方がいいんでしょうけど、こういう穏やかな写真もいいと言えばいいのかもしれないですね。はい、現在ね、上海にね、滞在しておるということで、コロナウイルスね、心配ですけどもね、クニさん、ぜひね、かかんないようにね、頑張ってくださいね、中国、一応ね、上海ね、中国ですんでね、ちょっと怖い、場所にいらっしゃるということでね、十分にね、
感染予防お願いします。今日のね、作品紹介は実は2名でおしまいです。だってね、今動画アップしたばっかり今動画アップしたばっかりなんでね、まだ入ってきてないんですね。で、今日ね、貴重な提案をね、いただきまして、つい先ほどなんですけども、もう早速これね、やっていこうかと思うんですけど、新しいコーナー、新コーナーですね。新コーナーに、機材自慢。皆さんね、僕の動画を見てる人の大半がね、何らかのカメラ持ってると思うんですけど、その機材自慢の作品を募集いたします。でね、今のところの予定は、1動画に1名紹介するという方向でいこうと思ってますが、あんまりね、たくさん、送られてくるようだったら、2名、3名と増やしていくかもしれません。で、受付はね、中年オタッキー2の方に行きます。中年オタッキー本赤の方は、作品投稿のコーナーに、データを送ってもらっていることで、2の方はね、ちょっと今比較的空いていますので、機材自慢のね、作品は、中年オタッキー2のね、アカウントの方にね、DM で、送っていただく形になります。で、これね、提案していただいた方がね、あれ、どこ行っちゃった、流れちゃった、中野さんだったかな、中野さんだ、中野さんにね、提案していただきました。本当にね、これ面白い企画だと思います。一応ね、そのカメラの紹介をよく、するんでね、どうしてもね、その機材コレクターとかその機材好きな人がたくさん集まってきてると思うんですけども、そのね、その壺をつくようなね、一応ね、その機材自慢といってもね、作品にしていこうと思いますんでね、適当にガチャガチャって並べた写真とかじゃなくてね、なんか映える写真をね、ぜひぜひ送っていただけたらと思います。で、1枚だけじゃなくてね、マックスで5枚まで、機材自慢の写真はマックス5枚まで。で、映える写真でお願いしますよ。ちょっとね、デジタル写真でもね、スマホ写真でも何でもいいですが、何回でも撮り直して、その、映える写真にしてね、送ってください。で、高ければいいっていうものではありません。例えばそうですね、例えば、ジャンクでボロボロだったやつをここまでしたよ、みたいな、ビフォーアフターみたいな写真を送ってもらってもいいですし、こんな珍しい希少なカメラとか、こんなカメラを何百円で買ったとか、そういうね、説明付きでもいいんで、機材自慢のね、作品を、募集いたします。で、作品が入ってき次第発表してまいります。それでは、現在の、作品投稿のコーナーも引き続き募集を続けます。今まで通り、バラ写真は2枚まで、組写真は3枚までで、組写真はね、ストーリー性を感じるものを望みます。で、撮影データですね、カメラ、レンズ、フィルムカメラだったらフィルムの種類、デジタルカメラだったら撮影モードや、ロー現像の方法、あと加工の有無、などなど、できるだけね、詳しく、紹介しやすいような形でね、紹介はするんですけども、そのネタとしてね、データがあった方が、紹介しやすくなりますんで、ぜひぜひ、送ってくださいませ。たくさんの投稿をお待ちしております。でね、私の動画ね、もうみんなで作っていこうと思ってます。一人じゃなくてね、みんなで作っていこうと思うんで、例えばなんか提案があればね、ちょっと、こんなコーナーどうみたいな感じで、スポットみたいなね、コーナーにしてもいいですし、そんな感じで、アイデアがあったらとか、あと、もうコメントもね、どんどんいただければ、コメントもね、この動画の一部になっていきますんでね、作品投稿もそうですし、コメントもそうですし、みんなでね、参加型で、最終的にはね、もうね、
皆さんにね直接会って話したいとかいろいろあるんですけどね、日曜出発の日だったね、日曜の深夜に高坂サービスエリアとかで1時間ぐらいね、皆さんと会ってもよろしいですしね、まあそういうこともいろいろ考えてます。まあそんな感じで今日の動画はまあこの辺で、ここにね、チャンネル登録ボタン、出てきますんで、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録ぜひぜひお願いします。あとね、いいねボタンをね、たくさん押されるとね、成績が良くなるみたいなんでね、ぜひぜひいいねボタン、もうね、何千個でも欲しいです。いいねボタンお願いします。で、この辺にリンク出てきますんで、またお暇な方はお付き合いください。はい、今日の動画ね、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。